21億年前の島上鉄鉱床から採掘された鉄鉱石幅3メートル高さ2メートルミシガン州の島上鉄鉱床の標本島上鉄鉱床あるいは島上鉄鉱交床島上鉄鉱交床は写真のように島模様が特徴的な鉄鉱石の鉱床である。一般に非常に大規模な鉱床を形成しており、現在工業的に使われる。 鉄鉱石の大半がこの島上鉄鉱床から採掘されている。島上鉄鉱床とも呼ばれる。サキカンブリア時代の海底に堆積した酸化鉄を主体とする堆積鉱床である。北、アメリカやオーストラリアには厚さが数百メートル、長さが数百キロメートル以上に達する大規模な鉱床があり、全世界の鉄鉱石埋蔵量の大半が、 この島上鉄交渉である。また機械による大規模な採掘が可能なので、現在の世界の鉄鉱石の需要の大部分を島上鉄鉱床から算出する鉄鉱石が賄っている。島上鉄鉱床の名は、鉄鉱石に富む部分と、主に計算事を鉱物からなる部分が、各々のの厚さ0.5から3センチメートル程度の島上に細かく護送していることから名付けられた。 交渉の生成原因は、当時の無酸素状態の海水に大量に溶解していた鉄イオンが、生物の光合成が始まって以後、その副産物である酸素分子に酸化されて海中に沈殿したものと考えられている。スウェーデン、キルナ鉄鉱山の露天掘りアルジンに産出するのは38億年から19億年、前の年代の地層で、それ以後は、 約7億年前の一時期退席したのみ。特に27億年前から19億年前の時期に非常に大規模な交渉が形成された。例えば北アメリカ大陸のカナダ東部のラブラドールからケベックにかけての鉄鋼床は 1000km に達し、その先は切れ切れながらアメリカ合衆国の五大湖周辺まで約 2000km 以上も続いている。その他オーストラリア。 旧ソ連、南米、インド、中国、南アフリカ、北ヨーロッパに大規模な交渉がある。これらの鉱山では大規模な露天掘りで採掘が行われ、内陸部にある鉱山から積み出し鉱までは、長大な貨物列車で運ばれる。例えば、南アフリカでは、全長2660メートル、重量2万トンの貨物列車で輸送されている。 島上鉄鉱床はその成分によって3種類の岩層に分類される。いずれの岩層も数センチメートル以下の厚さの鉄分の多い層と鉄分の少ない計算塩鉱物主体の層が繰り返して島模様を呈する。鉄を最も多く含有し鉄鉱石として重要なものは酸化鉄鉱と呼ばれる岩層。鉱物組成としては赤鉄鉱主体のもの。 自鉄鉱主体のもの、両者の混合物のものがある。その他に FE 分が25から30%程度と少なく、鉄鉱石としての値打ちは、あまりない、炭酸炎症と、計算炎症がある。炭酸炎症は含む鉄鉱物として炭酸塩である、皮脂鉄鉱を主体とし、計算炎症は、鉄と計算塩の複雑な化合物である、鉄蛇紋石を含む。また、 産出状態をもとに、スペリオル型とアルゴマ型という分類がされる。島上鉄交渉の大部分は、スペリオル型として産出する。これは、アメリカのスペリオル湖北側の交渉やオーストラリア、南アフリカなどの大規模交渉に相当し、カキのシアノバクテリアの活動による酸素供給を成因とすると考えられている。成分は、酸化鉄槽、炭酸炎症、 計算炎症を主としている。一方アルゴマ型はスペリオル型よりも古い時代に無酸素の状況下に生成した交渉で、交渉の範囲は数キロメートルとスペリオル型よりかなり小さく数も少ない。アルゴマ型は周囲に火山由来の岩石が見出されることが多いので火山活動の影響を受けたとされ、またカルシウムとマンガンを 比較的多く含むことから、炭酸塩岩として沈殿したものが堆積後の後、属性作用で酸化鉄鉱物に変化したとされている。島上鉄鉱床より、新しい堆積性鉄鉱油として、鉄鉱層がある。これは、フランスのロレーヌ地方やイギリスのエディンバラ、ニューカッスル、カーディフ周辺に分布しており、厚さ数センチメートルから数メートルの層が、 数十キロメートルの範囲に広がっている。鉄鉱層の生成年代は、島上鉄交渉より新しく、古生代から中生代で、当時の陸地周辺の旋回に堆積したと考えられ、結岩、砂岩、石灰岩などと一緒に産出する。地上の岩石が風化し、岩石に含まれていた鉄成分が海に運ばれて堆積したことが、生因とされている。 鉄鋼層には不純物としてリンが含まれており、鋼として使用する際にはリンを除去する工程が必要である。ここではスペリオル型の製品について解説する。島上鉄鋼層は海中で鉄成分が沈殿したものであるが、このような大規模な鉄鋼床が19億年前以前に堆積し、その後は生成していないことについて、1960年代まで、 その詳細がよくわからなかった。その後地質学と古生物学の進歩により、島上鉄交渉は、太古のシアノバクテリアの光合成でできた酸素が、当時海中に大量に溶解していた鉄温を、酸化して不溶化、沈殿したものと考えられるようになった。大津大気中の酸素分圧、138.5-24.5億年前。 大気は無酸素状態に24.5-18.5億年前、海中で酸素 O2 の発生が始まるが、島上鉄鉱渉として固定化されている38.5-8.5億年前、O2 が海から大気中に流入し始め、大地表面が酸化され、オゾン層が形成される48.5-5.4億年前55.4億年前現在大気中に、 O2 が蓄積される30億年以上前の大気素性は二酸化炭素と窒素が主成分で、酸素は太陽の紫外線で水が分解してできる高化学反応に限られていた。その生成量はわずかで火山ガスに由来する一酸化炭素などで完全に消費された。すでに海は形成されていたが、海水に溶存している成分は今と全く異なっていた。 当時の海中には2価の鉄イオンが大量に存在したが、このイオンは水への溶解度が高いので安定した水溶液となっていた。生物の存在については、西オーストラリアのピルバラ地方35億年前の地層から東京工業大学の上野雄一郎助手らが世界最古の幻覚生物の化石を発見したが、この生物は嫌気性で、 光合成能力を持っていなかった。生物が進化して生物による光合成が始まった。光合成は、光エネルギーを使って二酸化炭素と、水から有機物を合成する反応であるが、副産物として、酸素分子を生成する。光合成で作られた酸素はそれまで地表には、 存在しなかった物質で、酸化剤として、当時の海洋環境を一変させ、島上鉄交渉を生成した。また当時の一般的な生物にとって酸素は、細胞の構成物質を破壊する有毒物質である。徐々に増えてゆく酸素に対して、従来タイプの新生細菌や古細菌類は、酸素の少ない場所に生息地を移すか、酸素への適応を迫られた。 海中の酸素が徐々に増えてゆく。この時期に酸素の存在する環境に適応した新核生物が生まれた。ストロマトライトの存在と島上鉄交渉の生成最初の光合成の証拠として西オーストラリアの27億年前の地層から発見されたストロマトライトの化石がある。コブのように見える先カンブリア大のストロマトライトの 化石砂層中にあるものを撮影。米国モンタナ州グレーシャー国立公園現代のストロマトライト、オーストラリアシャークワンストロマトライトは、右写真のように現在も、特定の海岸などでも見られるが、光合成を行うシアノバクテリアのコロニーが、創上に発達してできた構造。シアノバクテリアの光合成は水中に、光が十分届く浅瀬で行われるが、 それによって発生した酸素分子は海水に溶解して太陽中に拡散する。酸素分子は強力な酸化剤なので海中に溶解している FE2 を酸化して FE3 に変える。FE3 は水に対する溶解性に乏しいため水酸化第二鉄 FE3 として海水から積出して沈殿した。 水酸化第二鉄が脱水すると赤鉄鋼 FE2O3 となる。ストロマトライトは海岸に分布しているので、鉄イオンの酸化は旋回から徐々に進んでいったと考えられる。島上鉄鉱床の産出状況からも、陸地から遠くない大陸方や大陸斜面の広い範囲に沈殿したと推定されている。二酸化炭素の急激な減少海洋中の二酸化炭素は、 光合成によって急速に失われ、これを補うように大気中の二酸化炭素を溶かし込んで消費した。このため温室効果を減少させ気温が急激に下がったと考えられる。約22億年前に起きたヒューロニアン氷期は温室効果の喪失によって起きたと考えられている。新核生物の誕生アメリカミシガン州の21億年前に堆積した。 島上鉄鉱床から最古の深核生物とされる化石が見つかっている。これはグリパニアと名付けられた幅0 5ト、mm、ル長さ2ト、mm、ルのリボン状の化石で単細胞としては非常に大きなサイズであることから深核生物の化石とされている。当時の島上鉄鉱床が生成するイコール酸素が存在する海域に深核生物が生息していた。 深刻生物は細胞内のミトコンドリアを使って酸素呼吸を行い、高効率でエネルギーを作り出すことができた。大気素性の変化と島上鉄交渉生成の終了光合成で生成した酸素は海水中の鉄イオンの3回コール島上鉄交渉の生成で消費され、大気中の酸素量はわずかずつしか増えなかった。 しかし20億年前頃から大気中の酸素量が目立って増えるようになった。それを示す例として赤色砂岩がある。これは陸上の河川底に堆積した岩石であるが、大気中の酸素によって鉄成分が酸化され赤色を呈する。この岩石は20億年前より古い地層からは産出しないので、この頃に大気中の酸素が増えてきたことがわかる。 これらのデータから大気中の酸素分圧は30億年前には1億分の1気圧以下であったが20億年前には1000分の1気圧15億年前には100分の1気圧に達したと推定されている19億年前に海水中の鉄イオン全てが酸化されて島上鉄鉱渉の生成が終了した島上鉄交渉の語源となった規則正しい島の 幅は0.5から3センチメートル程度の肉眼で見えるものが多いが顕微鏡サイズのものもある。島ができた理由については海洋条件の季節変化等考えられるが確かな理由は明らかではない。また酸化鉄の海底への堆積が科学的な石質物の沈殿であったのか、それとも生物が関与して鉱物を作る生物効果作用があったのかについては、 現在議論が行われている。またアルゴマ型の生成についてもはっきりとした要因は明らかでない。カナダ・ウンタリオ州アルゴマ地区のグリーンストーンベルトアルゴマ型の島上鉄交渉は、四世代のグリーンストーンベルトに見られることの多い、火山岩や火山採設物中に存在する島上鉄交渉である。スペリオル型よりも、圧や分布域は小規模であり、 炭酸炎症と硫化モス層の発達が顕著で、一般に水平方向の相変化も激しい。島状構造も、スペリオル型よりも、不明瞭である。カナダ建上地のグリーンストーンベルトを研究した、グッドウィンなどでは、アルゴマ型鉄鋼床の成因は、火山活動による噴気と考えられている。アルゴマ型鉄鋼床では、金の降下作用も見られているが、これは、 死生代の火星活動を示唆しており、見解と矛盾しない。一方、アルゴマ型、スペリオル型ともに、ユーロピウム量が強い性の異常を示すことや、ネオジム量がマントル物質の値に近いことが報告されている。このことから、鉄やシリカの起源を火星活動ではなく、熱水活動による、噴出物に求める説も提唱されている。この見解では、 死生代の中央海嶺などで、鉄分や計算時を、炭酸塩分が、海水に供給され酸化と還元が行われて、堆石獅島状鉄鉱が形成されたことになる。シアノバクテリアなどを含む全ての細菌の祖先は、熱水噴出口から発生したのではないかと、考えられており、スノーボールアースの時代には、極低温の地球において、 深海底の熱水噴出口だけに生き残った細菌が次の新しい生態系の元になったと考えられている。蒸気のように、島上鉄鉱昇は海中に酸素分子がほとんど存在しない条件下で生成するが、大気中の酸素量が十分多かった7億年前にも大規模な島上鉄鉱昇の生成があった。この時代の地層には、 全世界的に氷河が堆積していたことが知られている。1992年に全世界的な氷河と島上鉄交渉の生成を結びつけて、この時代に地球表面が全面的に結氷したとするスノーボールアース仮説が提唱された。そのシナリオは次の通り。この時期には生物光合成の証拠はない。アルゴマ型が生成した時代、規模は 後の年代のものに比べてかなり小さい。スペリオル型の大規模な交渉が生成した時期。四星代と原星代の加工岩体から変魔岩体に損するグリーンストーンベルトが形成された時期。スノーボールアースの時代に相当、体積量は全時代よりも少ない。産地のデータは、ありがとうございます。